チャンネル、イエーイ。さあ、今日なんですけども今日はですね、宅配御膳鎌虎さんの釜飯で音ちゃんの小学校入学をお祝いしよう。知らんかったただご飯食べると思ってた。音びっくり。せーで、なあ、お祝いやな。これね、ほんまに本格的なやつをさ、あのなんかこういう容器じゃないし、ガチの釜で食うのね。そうそうそう、びっくりした。みすごいよね。しかもなんか高級感あるよね。ね、うん、ちょっと皆さん、じゃあ順番に自分の好きなやつ頼みましたでしょ。はい、じゃあちょっと紹介してもらいましょうか。さあ、それでは音ちゃん、はい、音ちゃんの頼んだやつからお願いいたします。はい、はい、音ちゃんはハンバーグ釜飯でございます。めっちゃ美味しそうねんけど、マジで。そしてそして音ちゃんが一番好きな茶碗蒸し。茶碗蒸し、はい。ふーちゃんのはカニイクラ。カニイクラお願いします。わー、カニたっぷり。うん、もこれで、あ、いくら別盛りなんや、ちゃんと。これ、いくら入れるとこやってよ。あの、お店みたいにさ、無理かけるという。じゃあ、皆さん、じゃあ、綺麗にお願いしますよ、かっこいい感じ。真剣に、真剣に。多いな、これ、めっちゃ結構めっちゃいっぱい入ってるやん。美味しそう。カニイクラ、これたまらないですよ。お手を拝借。お手を拝借。レイ。レイ。カニイクラにレイ入りましたね。じゃあ皆さん、お願いいたします。皆さん何したんですか？牛すきです。牛すき釜飯。うわー、美味しそう。これ卵つけて食べるんだよね。そうそう。うん、あ、もう食べてます。宇坂はもう食べてます、ハンバーグ。これ男の子です。すげー。面白い顔。食べました。いやー、ママこれ、パパもね、これ迷ったのよ。お願いいたします。せーの、じゃーん。うわー、豪華。ちょっと、やばい。これさ、あの、鎌虎さんで一番の人気メニューやねんて。え、これさ、これをさ、すごいよね。薬味あるでしょ。そう、薬味ちゃんと全部ありまして、ほんで、お出汁がね、別で来るのよ。それがね、美味しい。で、だからね、後半ひつまぶし、うん、お茶漬けみたいにしたらやばいやばい。うな茶でございます。やばいやばい。そして、私がこれもね、人気メニュー、で五目でございます。おー、美味しそう。めっちゃくちゃ美味しそう。エビくんが、そうよ、言うとエビめっちゃ好きやね、俺。絶対頼むし、絶対釜飯あるとこやったら 100% 頼むからね。いただきます。しゃもじもね、ちゃんと一人一個持ってきてくださるから。めっちゃ本格的じゃない。本当やねんな。なんかこう、タコ入って感じがしないというかさ。で、めっちゃ熱々で、あ、おもちゃついてくるんですか。これ男の子と女の子でおもちゃ違うみたい。うん、メガネでかっ。これ好きそう。じゃあ、おとちゃん、いただいてください。主役ですから、今日お腹空いてるし、うん、早く食べたいって。おいしい。おいしい。早く食レポ終わってください。早く食べたいから。食べたいいいよ、もう食べていいよ。おたくん、あ、たくんがハンバーグチームから。いや、すごいですね。やだ、チーズあったね。うん、はい、うん、美味しい。ふくん、なるほどね。ハンバーグ、うん、よかる。ハンバーグ大好きなんだよ、ふくん。やば。あら、あ、もうこっちでは我慢できずに。はい、美味しい。どうでしょう。あのね、うん、ご飯まで味付いてるから、うん、あのね、とにかく言いたいのは、うん、やばいわ。やべえやべえやべえわ。お米も美味しい。あ、そう、お米美味しいねんて。ふーさん、どうですか、カニイクラ。美味しい。ご飯も美味しいし、うん、カニとイクラの米も美味しいから美味しい。でね、あの、ミュウさん、あそこ見て、持ってきて、水筒みたいな。お出汁をさ、熱々のまま、あのポットで届けてくるの。来ました、お出汁の登場です。お出汁がある。お出汁がある。
鍛えなきゃね。いや筋トレしてんのよ、さっぷり。お出汁筋トレでな、これお出汁がめっちゃ美味しいって言ってたから、ちょっとさ、おとちゃんお出汁飲んでみたら。うちのね、江原家の一番お出汁好きはですね、おとちゃんなんですよ。結構たっぷり入ってる。そうよね、日本も持ってきてくれたからね。でも入っちゃったね。お出汁いきますか。はい、熱々ですけど気をつけてくださいね。はい、はい、お出汁ソムリエのおとちゃんが入ってくる。おいしい。おいしい。お出汁ほんとおいしいって聞くね。で今回釜飯だけじゃなしにスイーツとかもいろいろ頼みましたね。ま、ね、何ですか。パーティーでございます。パーティー。あ、ママさん、じゃあうなぎお願いします。ママさん、うなぎね、ずっと食べたくてね、ほんと。ママ、お出汁よ。いやもうまずね、このまま行っちゃいます。はいはい。お子ちゃんも生まれるから元気にならないと。柔らかいぞ。あ、ほんと。うん、おいしい。うん、いや、すごい。ミュウはもうバクバクいってますね。やばい、やばい。よし、パパも食べてください。待って、待って。お父さん、お出汁すごいの。焦げ目が、あ、焦げ目あった。あ、おこげ。ミュウの大好きなおこげ。おこげいいですね。もうね、お出汁かけたいな。お出汁ね、うん、たまらん。うわ、結構さ、おとちゃんがさ、このお出汁でたまらんって言うて、相当おいしいんだろうね。じゃあ、パパもこの五目、豪華五目いただきますんで。はい、パパちゃん行ってください。いただきます。うめぇ、おいしい。おこげおいしいな。ほんであのさ、言っていい。もう、はい、おいしい。言っちゃってますよ。おだしいただきます。おだし、わさびとか入れたらさ、あ、めちゃくちゃ美味しいのこれ。ここにかけたらちょうどいいぐらい、ほんと。美味しいんだけど、このうなぎかけたら。ちょっとうなぎいただきます。うなぎ、うなげいをちょっといただきますね。うなげい、大丈夫、食べさせて。やらかいろいろ、みんなシェアして食べよう。お父さん、はい、極上のうな茶漬けですね。はい、いってください。熱い、熱いよね。出汁が、うん、お肉薄いのに、お肉食べてない。あれ、めっちゃ美味しい。ええ顔出たな。日体大の学生さんみたいな食べ方。そこで、そこすごい。みゆ気に入った。はい、お父さん、お父さんのおうどんでございます。ちゃかん、なんでこんなに美味しい。早っ。結構ご飯入ってるけどさ、ミュウペロリな。なんでこんなに美味しいんだろう。途中で申し訳ないですが、ネギわさびでちょっといただきますよ。ですよ、ね、お出汁美味しいわ。カニイクラにかけてます。カニイクラも絶対合いそう。おとちゃん1年生になったらさ、学校行ったら何が楽しみ。一番勉強で楽しみだわね、うん、すごいぎゅうぎゅう。算数、もう算数楽しみなの。うん、うん、いや、おとちゃんすごいのよ。保育園行ってる時からさ、風の問題集とか一緒にやったりとかして、もう足し算とかできるのよね。もう1年生のさ、足し算やってる。そう、去年のさ、自粛ミュート風学校なくてさ、家でやってた時、おとも一緒にね、うん、やりたくてね、勉強。いや、いい稽古やなと思ったね。偉いよね。そうだ、パパちょっと教えてたもんな、おとちゃんに勉強で。結構な、おとちゃん分かってて、うん、あの言ったらすぐ理解するのよ。おとちゃん、いただいてどうぞ。パパ、のりおいしい。おとんおいしい。おいしい。いやー、ちょっとこれ幸せだな。おいしい。食べる。うどんもちもち。ほんと、うなぎひつまぶし、たまらん。ね、うん、たまりません。これやっぱ人気なまだなるわ、そら。釜飯種類めっちゃあるのよ。そう、よかった。ね、牛タンとかもあったしな。うん、めっちゃ迷ったよ、みゆ。うん。次また別のチャレンジしてみたいな。ね。お出汁ください。はい、お出汁。あ、海苔のせたの？いいじゃん。はい、すいません。スープなくなりました。出汁もう一本いきます。え、うん、早い。やば、また飲みたい。うん、今のまた飲みたいは CM で使われるまた飲みたい。釜飯のか。感動して触れるほど美味しくて、釜飯のま、ママに作ってほしいと美味しい。オッケー、いけた。釜飯の目が飛び出す。
るほどおいしい。すごいな。釜飯のし締めのだしがやばいよね。すごいわ。それはうまい。結構さ、ママこれ一人で食べれないぐらいご飯の量ある。意外とね。そう。いやそう、俺これちっちゃいかなと思ったんですよ。意外と食べ、下が詰まってるから、ミュー余裕で食べれますよ。ミューすごいよね。だからほんとちっちゃい子と最初に食べるのちょうどいい、うん。お腹いっぱいになりました。だし、おいしい。満足ですか。はい、もうね、だしで満足だよ。カニいくらめっちゃだし出てるで。カニの感じ。おだしもらえます。だしすごい。すごい、おだしめっちゃ飲んでんで。何杯ぐらい飲んでる。分からんけど、リットル単位で飲んでんで。え、あとね、だしね、これ1本飲める。飲めるな。無限だしや、無限だし。本当に。うわすごい、全部全部なってきた。余ったら明日飲めるなと思ったんだけど、余んなかった。余んなかったね。で、前ってなんか割高なイメージあるじゃん。うん。これさ、1000円、1500円とかでさ、うん、ぐらいだね。安いのはもっと安いのよ。1000円ぐらいで、だしもつくでしょ。え、ボリュームあるから。お腹いっぱい。こちらです。はい、ラインナップ。フォンダンショコラ、ほいと、ストロベリーアイス、うん、とわらび餅です。わらびのき2個。めちゃめちゃ頼んだな。いただきます。アビチブチ。そっからもう、うん、ボールアイス。何やさんか。いちごじゃん。いちごが層になってる。温度。ほら、分かる。おいしい。もちもちっぽいわらび餅でございます。うんうん。口いっぱいで感想は、うん。おいしい。甘いアイスと冷凍いちごの酸味が。うん、おいしい。これなんか本当おいしい。絶妙。ねえ、ここ食べた？ここのゼリーみたいなところ。ゼリーみたいなとこ美味しいね。ん？フォンダンショコラ。冷たくした。フォンダンショコラ。あ、ぐちゃぐちゃにされちゃう。濃厚。すごいね、釜飯屋さんやのにさ、スイーツも幅があるよね、いっぱい。あ、美味しい。あの、本格的の、なんか甘すぎない、うん、ケーキ屋さんで売ってる味。わらび餅、いきます。これだけでも甘い、甘いわ、うん、黒蜜かけたら味わい深くなんのよ。見とけや、見とけや、こうやろ、こうやろ、うん、ほら、見てみえ。本題いきます。本題。あ、濃厚だ。すごいな。ハマったんだけどね、やばい、うん、しいね。口どけやな、口どけ、うん、あーあー、えお父ちゃん、ふーちゃん。正解は弟。え、嘘。これ最近エハラ家でハマってるあのゲームです。こうやってゲーム。大暴走してますよ、一人。壊れました。ふーおとふー。ふーおとふー。違う。ふーおとみゆ。まあ正解。いや、最後聞こえへんかったよ。おーって言ったから。ちょうど聞こえへんかったよ。じゃあラスト、ラスト。オーケー、これで見る。はい、妨害してきます、一人。一人妨害してきます。これもゲームということでね、うん、せーの。あー、きたー。あー、うわー、変えてきたやんか。変えたよ。ふうふう音。音ふう音にしよう。あ、じゃあ、いきます。正解は、はい、答え、音ふうみえ。あ、みゆが声を変えた。わざわざみゆが声変えた。ということで、今回はかまとろさんの釜飯で音ちゃんのお祝いをしました。はい、音ちゃんの好きなものが良かったね。お出汁美味しかったしな。お出汁は結構たっぷりみんな食べましたね。食べた食べた。何が聞いた。概要欄に貼ってますんで、ぜひとも皆さん、あの、はい、頼んでみてください。
次の日にあの取りに来てくれるみたいだからさ、うん、いいね、よろしいでございます。いい、ね、本当に家で本格釜飯をいただけるという御膳ですからね。はい、で種類いっぱいありますから、ぜひとも皆さんいろんなの食べてみたらどうでしょうか。とりあえずうなぎとかをおすすめします。はい、五目も美味しかったな、オーソドックスに。カニも美味しかった、もう全部美味しかったよ。あの釜飯めっちゃ美味しかったですけども、はい、釜飯のね食べ方って3ステップあって、まず釜飯で食べて、その後薬味があったでしょ、あの薬味だけで食べて、最後それを合わせてお出汁をかけて食べるという3ステップがありましたんで、はい、パパも、うん、あのフライングしてお出汁からかけとったけど、うん、美味しいので食べてみてください。はい、それではチャンネル登録とグッドボタン。